皆さんこんにちは、ヨワラ研究所主張の石原です。僕の YouTube チャンネルも少しずつなんですけれども、チャンネル登録者の方、そして見てくれる方も増えてきたので、そろそろ合言葉を決めようと思います。で、YouTuber の方って合言葉を自分の動画の最初に入れてから動画を始める方っていうのが多いと思うんですけれども、僕もいろいろ考えてみてちょっとね、浮かんだので、今後これを使っていこうと思います。今回はその合言葉をご紹介させていただきます。まあいろいろね、話してもしょうがないので、今後使っていくヨワラ研究所の合言葉を今からお見せしますね。じゃん！っていう合言葉を今後使っていくんですけれども、今回の動画では皆様にやり方をご説明させていただきます。まず両手をこう合わせます。そしたら真ん中の指をこうやって折ります。で、この指をこうぐるーっとやって、手全体を顔のこっち側に持ってくる。そして顔をこっちに出すんですね。で、その時にジャズって言うんですよ。これがやり方です。で、この合言葉の意味なんですけれども、最初のこの部分は異なっている宇宙が一つに織り混ざっていく、アンビバレンスっていうんですかね、この異なっているものが一つに融合していくっていうのを表してます。で、あとこの格好がわかります？中二病っぽくてかっこいいですよね。で、この壁なんですけど、この意味はまあ固定観念だったりとか、しがらみだったりとか、そういった既存の概念なんですよ。それをこうぶち破っていく。で、この時にジャズって言いますよね。ジャズってどういう意味かわかりますか？ジャズっていうのは自由っていう意味なんですよ。なので、この既存の概念を自由によってぶち破っていくっていう意味があるんですよ。で、少し難しいことを話してしまったんですけど、このジャズっていう合言葉に込めた意味は、ジャズという自由の剣を持って、ヨワラ研究所が旧時代から新時代へ切り開いていくっていう意味を込めて作ったんです。それでは最後にヨワラ研究所の合言葉をみんなでやってみます。いきます。ジャズ！今回の動画では、これからヨワラ研究所で使っていく合言葉についてご紹介させていただきました。このチャンネルが少しでもいいなと思った方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ヨワラ研究所でした。